さんこんにちは。今回は、初心者は知らなきゃ損、お金、アイテムに困ったらこれをやればいいについてです。え？なんだろう？気になるな。順調に任務クエストをクリアしていって、装備作りとかすると思うんだけど、ほとんどの人が金欠になるんだよ。私も金欠になったり、鎧玉がなくなったりして困った経験たくさんあるかも。今まさに始めた人にとっては、とっても嬉しいクエストがあるんだよ。まさか。クエストの名前は、人王がよさらば。このクエストだけやれば、お金、鎧玉、消費アイテムをゲットできちゃう優れたクエストなんだ。神救済クエストだよね。人王がを倒すクエストだけど、そこまで強くもないからクエスト周回しやすいし、お金、鎧玉、消費アイテムに困ったらこのクエストをやれば OK みたいなところあるし、カンストした人も、高級お食事券を集めるために周回すると思うから、みんなに愛されているクエストなのかもしれない。私もお世話になってた時期はあるけど、本当に神クエストだと思う。アイスボーンは防具の強化で一番お金を使うと思うけど、一瞬でお金がなくなることが多いから、マスターランク100以下の人はこのクエストを回してる人が多い印象。高級お食事券はかなり助かるよね。ソロだと毎回使うから、何枚あっても困らない感じだし。このクエストでのお金の回収方法を教えておくと、まずは人王牙をぶっ飛ばします。人王牙が倒れるので、背中に回り込んでネットを使います。そうすると、卵が取れるので回収しましょう。人王牙のぶっ飛ばし後はネットを使って集めましょう。お金目的ではなくて素材目的の場合は、そのまま攻撃する選択肢でも大丈夫です。お金を集めるなら人王牙のぶっ飛ばしが重要ってことになるね。そうだね、落とし物で出る炭も拾っていけば完璧だね。次に落とし物で集めた炭ですが、蒸気機関管理所で回すことができます。蒸気の出力ですが、10倍がおすすめです。通常と10倍の違いは消費する炭の量と報酬が10倍になるだけです。蒸気を回していけばわかるんですが、通常で回していると炭がなかなか減らないので、蒸気を回してる時間がものすごく長くなります。通常で蒸気を回すと効率が悪いので、10倍出力がおすすめです。私も10倍で回してるね。ソロでクリアが難しくても、救難で募集してる人もいるし、救難が参加しにくければ、自分で救難信号出せばいいし、周回してる人それなりにいるから、救難信号出せば入ってくる人いるしね。そうだね、マスターランク低い時はお金や素材集めが大変な時期ですが、コツコツ集めていきましょう。ということで今回は、初心者は知らなきゃ損、お金、アイテムに困ったらこれをやればいいについて、でしたが、皆さんどうだったでしょうか？誰しもが一度は必ず行くクエストだと思います。これからも初心者の方向けの動画を出していく予定です。動画を見逃さないためにぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。